はい、どうも、タクタクです。みかんの絵でやっていきましょう。さあ、4つすべて解放した後、まあいいのかな。進んでいけばいいのかな。うわ、こう襲ってくる。エリザ、違う、エリザなんていない。誰やこいつ。あ、羊さんだ。みー。あ、月。ごめんね、こんな姿になんてなりたくなかった。みんなを見守る存在でありたかったのに。月さん。あ、ちっちゃいのなんかいる。あ、首がない人。顔がないの、顔が。なんで私は生きているの、助けて。あ、孤独の人。どうか彼女を恨まないで。あ、これはカラスさん。私たちの声はもうどこにも届かないのです。そう、どこにも。〇〇〇にさえも。これは？こんな世界になるくらいなら未完成のままでよかったのに。これは誰だ？ああ、お茶会の人。私たちのしていることはきっと無駄なのでしょうね。だけど私たちには彼女しかいないの。どうか彼女を救ってあげて。それが無理なら楽譜を燃やして解放してあげて。燃やしてやろう。そういうことやな。完成させることできないですかね、エリザが。ねえ、お願い。もしもこの世界から出ることができたなら、私たちを殺して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 。戻ってきた。あなたたちにそれほどのことを言わせる原因は何？こんなの間違ってるよ。呪詛のエリザ。赤く汚された世界。あそこ、この子はマリンだ。この世界の住人たちもいつまでも続く苦しみから解放されたがっている。さっき言っていたように楽譜を燃やして全てを消滅させるのが救いになるのかもしれない。苦しみながら生き続けることはとても辛いだろうから。だけど本当にそれでいいの？苦しみ抜いた末に消滅、それじゃ魂も浮かばれないよ。もしこのまま楽譜を燃やす選択をしたら私は後悔する。多分一生後悔してしまう。それに他に取れる手段を一つだけ思いついている。ただそれは中途半端な気持ちではいけない。ここから先は私も覚悟を決めないといけないね。大丈夫、きっと今の私ならできる。この世界を少しでも理解できたから、あとはエリザさんへ説得を試みるだけ。おじいちゃんごめんね。私はどうしても先にやらないといけないことができた。やっぱそういうことなんじゃない。すべての世界を乗り越えた。さあエリザさんに会いに行こう。楽譜をマリンが完成させるみたいな。違うのかな。いなくない？どこ？私。あ、押し寄せる赤い波をただ延々と眺め続けていた。定期的に刻まれる波の音は催眠術にかかったかのように全ての感覚を麻痺させる。私は一体どれほどの時を待っていたのだろう。あとどれだけの時間こうしていなければならないのだろう。いつまで経っても迎えは来ない。耳を澄ませても聞こえるのは永遠の波の音だけ。特にすることもなく、時々思い出に浸っては、来るはずのないあの人を盲信的に待ち続ける。これエリザかな？あの頃は楽しかった。彼が触れると世界に音符の雨が降ってきた。絶妙に混じり合う音符は不思議といろいろなものに形を変え、この世界に彩りを与えていった。優美な子猫。美麗でいいんですかね？な。天空、美しい月、爽やかなお茶会。真っ白だったこの世界はいつしか楽園のような空間に姿を変えていった。それが今ではすっかり変わってしまった。あの人が残した世界もこの砂浜が残るのみ。他の場所は全て奴らに踏みにじられ、原型をとどめていない。彼は何の前触れもなく突然姿を消してしまった。それはあまりにも突然なことで、ただ混乱するばかりだった。最後に会った日も彼はいつも通りだったはずだ。私は待ち続けた。しかしいくら待ってとも再び目の前に彼が姿を現すことはない。そこから何かが徐々に狂っていった。なぜ彼は来なくなったのだろう。もしかして私は捨てられてしまったのだろうか。どれほどの時間をかけて考えただろう。いくら考えようと楽譜の中の私には分かるはずもない。延々と押し寄せる赤い波、この赤い波は全部私の涙なのではないだろうか。そう思えるほどに私は涙を流してきた。寂しさと悲しさは
とどまることを知らない。願わくば彼にもう一度続きを作ってほしい。私をしっかりと完成させてほしい。どんなに願えど赤い波が永遠のような時を駆け巡る。分かってる。私の願いは永遠に叶うことはない。涙は塔の昔に枯れていた。あなた一体何なの？どうして立ち向かってくるわけ？他の奴らは嘆き散らしながらこの世界に殴られ続けた。例外はない。あなたもそうなるはずだった。それなのになぜ平気な顔をしてここにいる？あれだけの目に遭いながらなぜ私の元にまた来た？さあなぜでしょう？ムカつくわ。とても話があります。エリザさん、お隣いいですか？それでは失礼。この世界はもったいないですね。四つの世界を身をもって味わってきました。あなたの言う通り、妥作でした。腹が立つほどの妥作でした。いずれの世界にも違和感があります。まるで二つのレシピを見ながら鍋料理をしたような感じ。この楽譜、作りかけのものに誰かが手を加えたのですね。だからあなたは手を加えられる前の世界を羨み、手を加えられたこの世界に憤る。いいのかな。私にもなんとなく理解できます。だっておじいちゃんの作りかけの曲が知らない人にめちゃくちゃなアレンジされたらきっと怒り狂うから。ですがエリザさん、あなたはきっと間違っています。生意気ね。あなたに私の何がわかる？私は立場が違うのでエリザさんの気持ちはわかりません。ですが作曲者の気持ちの方なら想像できます。作者が一体どんな感情を込めて曲を作ったか。1万文字の伝記よりも2ページの楽譜の方が正確に伝えてくれますから。今の楽譜はノイズがあるせいで霧がかかったようにぼんやりして分かりませんが、その中でも見えてくるものがありました。それはとても温かいものです。作曲者の端くれだから彼の気持ちが分かるとでも？それは勘違いよ。あなたと彼はまるで違う。彼に及ぶ人なんているはずないわ。確かにその方には到底及ばないかもしれません。私にはこれほどの世界を生み出せませんから。ですがその人を超える必要や並ぶ必要もありません。後ろから彼の歩んだ道を探してたどること、それが今の私が本当にするべきことだからです。何が言いたい？この楽譜を元の楽譜に書き直すってこと？決定ボタン。あなたを未完成の状態に戻してあげます。何ですって？あなたが誰かによってダサくとなる前の名曲の時の姿に戻すと、そう言っているのです。笑えもしない冗談ね。私をこれ以上侮辱するつもり？あなたはできると思い込んでいるだけ。確かにいろいろな幸運が重なって4つの世界をクリアしたかもしれない。でもそれはこの楽譜を理解したこととは別。あなたは私のことなど何も分かっていない。ちょっとだけ静かに。ここをこうしてこうかなと。お、赤くない。は、あなた今一体何をした？現実世界の私が違和感に思った楽譜の音符を消しただけです。こいつ人の楽譜を勝手に。エリザさん、悔しいと思わないのですか？私は悔しいです。これほどの曲を生み出せる人がいたのに、このような形で作品が踏み荒らされていたなんて。たとえ未完成であろうと、元のあなたを大勢の人に見てもらいたい。それが私の気持ちです。4年後ピアノのコンサートがあります。4年に一度しか開かれない世界から注目度も非常に高いイベントです。さや私にも出場資格があり、演奏する曲についても今ならまだ変更可能です。半年の間にエリザさんを元の姿に戻すとお約束します。だから私と組みませんか？ふふふふ、はははは、あはははは、笑いすぎてお腹が痛いわ。あなたバカね。ここに来た今までのどんな奴よりもバカ、せいせいするほどのバカよ。もちろんお断り。あなたでは力不足。これ以上私も恥をかきたくないの。逃げるのですか？私を信じて私の本当の名前を言ってみなさい。
校に来た人は私のことをエリザと呼ぶ。でもそれは私の本当の名前じゃない。アレンジされた際に改名されたものだから。彼がつけてくれた名前、私にとっての宝物。もしも私を本当の名前で呼ぶことができたならその時は考えてあげる。わかりました。それが条件ですね。ええ、それまでは私は一切許可しない。それでも演奏を強行しようものならあなたと観客を呪い殺す。あなたのせいできっと大勢の人が死ぬのよ。ふふふ、素敵な光景ね。諦めた方が身のためよ。それはなりませんよ。あなたを演奏して正当な評価を得ます。それに私の知る限りあなたは人を呪い殺したことはないはずです。いちいちムカつくわね、あなた。またここに来ます。次あなたの本当の名前を呼びに来ます。だから待っててください。世界一の名曲を一緒に取り戻しましょう。ふん、バカバカしい。もう付き合ってられない。早く行きなさい。演奏をやめればすぐに元の世界に戻れるわ。あ、本当だ。念じられた体が透けた。念じたら体が透けた。最後はあなたの名前聞いておいてあげる。マリン・ジェンキンズです。わかった。早く消えなさい、マリン。またお会いしましょう。なんて名前なの本当は。これエンディングなんだよね。押し寄せる青い波をただ延々と眺め続けていた。希望というのは時として残酷だ。どうしてもつぶ、うん、眩しくて過去の過ちを見えなくしてしまう。私はなぜあんなことを言ってしまったのだろう。彼以外の誰にも学校をいじらせないと決めたのではなかったのか。マリン、不思議な少女だった。世間知らずな鬼才、口ばかり達者な生意気な少女。もちろんあの子の言うことなど信じていない。きっと彼女は私の名前を見つけられず二度とここには戻ってこないだろう。だけどそれでも少しだけ嬉しかった。あの子の言う通りになればどんなに素晴らしいだろう。昔見た夢を少しの間だけでも思い出させてくれた。胸が高鳴ったのはいつ以来だろう。ありがとう、青い髪の少女。私は少しだけ救われた。久しぶりの涙は少しだけ温かかった。あたた。あ、終わった。みかんのまま終わりましたけど。え、待って。これはもしかして、トゥルーじゃないね、多分。ノーマルエンドだね。だって、作り変えるまででしょ、多分これは。作り変えるというか、元の姿に戻すまでだよね、多分。もしくは、この一回エンディング流した後、ちょっとだけやって、みたいなね。そういう演出手法の可能性は、どうでしょう、あるんでしょうか。コンティニュー入りゲームオーバーイベント、なんじゃそりゃ。すごいいろいろな人が、今日知っている人の名前もちらほら出てくるな。ゴリラの皆様、何エンド、ノーマルエンド、やっぱエリザ。え、これどこが悪かった。これはトゥルーは、うん、なんかヒントくれ、マリンちゃん。マリンちゃん可愛いな。最初の船のマップ、スイートルーム、アメシストにいる犬に6回話しかけて0511と入力すると、最後のかけらがあなたを待っている。え、待って、これ2周目やるってこと。0511、これ最初からやるってことなのかな。最初の船、こういうこと。これめっちゃ飛ばしてきますけど、この6回ね。1、2、3、なんかメッセージ変わってる。5、曇りやん。
6回ファサード入力のお時間です。4桁の半角数字をキーボードを使って入力してくださいませ。0511。はい、どうなんの、どここれ。さてさて、エリザさんについてのヒントがないかとこの町最大の図書館にやってきたよ。あれだけの音楽を作れる人はきっと後世にも名前を残していると思いたん。地道に調べて少しでもヒントがないか探してみよう。まだ終わっていない。エリザさんの本当の名前もう分かったかな。まだ分からない。え、この見てけばいいってこと。ふむふむ、作者を理解することがまず第一だね。この世界には忘却のかけらというものが6つ存在する。すべてを集めし者は奇跡へたどり着くことができるだろう。一つは序章に、もっと奥まで突き進むが良いだろう。一つは第一楽章に、羊をすべて集めし者の出口の左にある空間へ足を伸ばすべし。これ全部やんなきゃダメだわけね。一つは第二楽章に、ゴリラは毒の沼を渡れる。化け物ゴリラではダメだ。え？これ全部覚えなきゃダメってこと？第三楽章、これは簡単だ。扉がいっぱいあるところにぽつりと存在する。一つは第四楽章に、湖へ向かう途中の森にある。大体西の方だろう。以上、五つが楽譜の中にある。そして最後の一つは、これを読んであなたにプレゼントしよう。あ、冒険のかけら手に入れた。なお、公式ホームページにも全てのパスワードが載っているため、急ぎの方はそちらの閲覧を推奨する。ここまで来たあなたには見る権利がある。なるほど。これは何？これ見ていけばわかるってことなの？どうなんだろう。ちょっと長そうなんで、ちょっと止めながら見てください、皆さん。僕は実は速読ができるので、今全て頭に入っていっているというね、いう嘘を、今、言っています。ルードリヒ・ベンド遺体の第一発見者は弟子のルドルフだった。最後はピアノに突っ伏した状態だったという。ベートーベンのことですかね、これは。ベンは癌により余命宣告を受けていた。にもかかわらず彼は入院を拒み、最後までピアノに向かい演奏していた。なるほど。エリザのためにみたいな曲がありますね、確かに、ベートーベン。あ、これもしかしてベートーベンのあれなのかな、そういうことなのかな。あんまりこう音楽のことは詳しくないけど、どうなんだろう。なんとかベン、本当の名前は何なんだろう。これピロシキの作り方これは関係ないね。ルードリヒ・ベンは強い癇癪持ち、はい。エリザじゃなくてエルザじゃないの。エルザのために違うのかな。ここに何か書いてあるのかな。あ、ベンは生涯に一度だけ女性 T ・マルファッティにプロポーズしている。しかし彼女はベンを拒否し貴族と結婚で、それでもベンは生涯彼女を思い出す。マルファッティじゃない、これ。もしかしてこれセーブできるの、ここって。お、セーブできる。マルファッティで言ってみよう、ちょっと。わかった。キーボードを使ってエリザの本当の名前を半角英数字で入力してください。あ、わかんない。ごめん、わかんない。半角英数字。あ、世界に。待って待って。散らばれる、忘却のかけらとやらがきっと重要になると思う。あ、なるほど、ダメなんだ。どの楽を思い返しますか？え？お好きなステージで飛ぶことができる。なんかやばくないこれ。ちょ、もうこれすぐ回収できるってこと？え、マジか。じゃ、ちょっとやってくか。あ！お！これ！お、冒険のかけら！やった。これでどうなんの？あ、ここに来るんか。え、これ手に入ったけど。あ、 TA 増えてるね。え、これでもどうやって戻るんだろう。わからん。進めていかなきゃダメってこと。戻り方がわからない。
このゲームはだってよ、羊をもう必要最小限こう節約していくゲームだと。でこいつも、はい、回収しなきゃダメ。これでいったんじゃないか。で、はいはいはい、いくぜ。だーで上行く。これで足りないということはないはず。頼む。正しいルートを行かないと羊が足りなくなる調整。ああ、ちょうどやった、やった。これなんていうかけら、これが見たいがために、 TEE なんとか。よし、じゃあ次行こう。はい、じゃあ次はね、なんかゴリラは毒の沼を渡れるらしいので、ちょっと渡ってみましょうか。ゴリラいないな。ゴリラになるまで粘り強く待つしかないってこと。ゴリラ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 、なんで、あ、ちょっと待って、キノコのキノコの山だ。タケノコの里は、俺タケノコの里派なんだけど。あ、クッキー、なんのこっちゃって感じですよね。これダメ、ゴリラならんな。条件があるのか、これチョコライト。ゴリラゴリラ、あ、また同じ、ゴリラ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 を食べると、ゴリラゴリラゴリラ、ゴリラならんな。ゴリラ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 にならない。ゴリラが起きた。これ渡れる、渡れるぜ。すげえ、ゴリラって万能だな。うほうほ、よし、これ調べましょう。はい、冒険家のかけらを手に入れた。で、手に入れたのはいいんだけど、これメニュー画面が開けないんですよね。じゃあここ一旦クリアするまで、じゃあこれ見れないってこと、これそういうこと。ここ出ればまた話は別なのかな。どうなの、どうなの、これメニュー画面開けないよね、これね。あ、セーブはできるけどね。セーブはできる。で、こうクリアしてきますわ。じゃあ、あ、これか。なんか第三楽章は簡単らしい。冒険のキャラ来た。これだけはなんかこういう風に出てくるんだ。いい、今のところこれを入れると TERE テラテレテレテレ、わかんないわ最後、まあ次5個目探しに行きましょう。あ、これか。あった、冒険のかけら。S。 お、わかったぞ。ちょ、入力しに行こう。よし、待ってろ。よし、揃った。入力します。T E R E S A テレサ、これで合ってるよね。エンター。どうすか、これがトゥルー見れるのか。戻ってきた、奇跡が起きる。お待たせしました。まさか本当に来るとはね。この世界へのリピーターはあなたが初めてよ。それはそれは光栄なことで。それで何しに来たの、あなたを口説きに。以前言った通りよ、私の本当の名前呼ぶまでは協力しない。ええ、分かっています。ですがその前に、私はあなたにお伝えしたいことがたくさんできました。あなたの本当の作者さんについてです。言ってみなさい。あの図書館で読んだこと、断片的な内容ばかり記載されていたけれど、今の私ならきっと一つの結論にたどり着けるはず。正真正銘、これが最後の選択だよ。私は彼女を絶対に作ってみせる。あなたを最初に作った作者の名前は、違う、ルドリヒベンでしょ。彼にとってあなたを作ることは、声のようなものだった。最後、彼はどうなった？ピアノにプツプツして死んでいった。その時の彼の真意は、人生に絶望していた。これで自分の人生が完成すると喜んだ。最後まで一緒にいたかった。
あなたはなぜ感染したしなかったという、という、言うと、時間が足りなかった。他の行為を見つけた。じゃあ。わかんない。わざと感染させなかった。違うのかな。ちゃんと読み直してこよう。間違ったら。作者のベンは音楽にあなたに恋をしていました。病で余命宣告を受けてなお入院することなく、最後にあなたと一緒にいることを選んだ。彼はいつでもあなたを完成させることができました。どんな中途半端な曲であろうと、コツさえ知っていれば2時間できれいにまとめられるだろうということも残っています。実際この世界は孤立した5つの章で構成されています。本当に完成させようと思ったら、最後の章を終章に改変すればそれで終わりのはずでした。じゃあなぜあなたは未完成だったのか。それは完成させたくなかったと考えるのが妥当ではないでしょうか。彼はこの世界が大好きで、いつまでも終わらせず広げ続けたいと思っていました。だから永遠に続く思いを表現するため未完成としたのです。ただ彼の誤算は自分の死後、楽譜を他人にいじられたことでした。ベンの遺体の第一発見者は弟子のルドルフです。彼は常々師匠を超えたいと思っていた。ああ、なるほど、この人がやったのか。魔が差した弟子は師匠の未公表の楽譜を発見し、自己流に改変、コンサートに出場し、検討賞を受賞しました。ベンが多用していた表現が存分に含まれていた。これは審査員の表です。弟子だから同じような手法を用いているのは決して珍しいことではありませんが、どうにも引っかかったので、私はその弟子さんの過去の公開曲を全て洗い出しました。やはり彼の用いてきた表現方法と明らかにこの楽譜はかけ離れていました。慣れない表現は濁った音符となり、この世界を染めました。弟子は師匠を超えることばかり考え、音楽の真髄を理解しようとしなかった。そうして生まれたのはこの楽譜なのです。以上が究明できた真相です。ご納得いただけましたでしょうか、テレサさん。どうなの？ちょっと間違ってたらごめんね。いつ以来かしら、私の本当の名前を誰かに呼ばれたのは。ベンさんは字がとても下手で、よく読み間違われていたそうです。楽譜に書いてあった本当の綴りはテレサ。しかし、弟子は T を抜かしてこれをエリ、あ、なるほど、エリザと呼んだ。テレサ・マルファッティ、ベンが唯一恋をした。ああ、なるほど。だからか。マルファッティって入れたかった、本当は。女性という記述がありました。しかし、その恋が実らなかったということも。だから、彼は音楽の中にその恋心を表現したのです。現実では叶わぬ恋を音楽の中に映し出して、あなたを作り出し、叶わなかったデートを楽しんだ。虹色の猫の世界、雲の上、月光の綺麗な森、タロット占いやスゴロクに田園のお茶会、そしてこの青い海。これやっぱ、これあんまりクラシックは知らないけど、ベートーベンのお話だったってことなのかな。いずれも恋人2人で思い出を作るのにぴったりな場所じゃありませんか。あなたの言うことはきっと正しいのでしょうね。私の本当の名前までたどり着けたのだから。私はテレサ。彼は何回も私の名前を呼んでくれた。バカみたい。どうして私は彼を信じてあげられなかったのかな。思いはずっと伝わっていたはずなのに、私と一緒に最後の時まで過ごしてくれた終わらない世界、永遠の思い、未完成の意味を私はマイナスにしか捉えられなかった。マリン、はい、本当に私を未完成の状態に戻せる、最初の彼が作った時と同じ状態に。テレスさんが協力してくれるなら、しっかりと監修してくれるなら。わかった。コンサートまではあとどれくらいあるの？3ヶ月ほど。これから3ヶ月、あなたにはプライベートな時間はないと思いなさい。すべての時間を私のために費やし、私のために尽くしなさい。もちろん、私の指導は厳しいわよ。望むところで世界一の名曲のためなら喜んで。どんな終わり方なんだろうね、これは。テレサさん、ありがとう。その未完成の最後の状態のことだ。はい。さあ、いつまでも話してないで始めるわよ。やることはいっぱいあるんだから。はい。じゃあ最後、うるっときましたね、これは。これがトゥルー。イラストがやっぱなんか最後、エンディングで流れてたけど、ちょっとやっぱ違う感じなのか、みんな。
書いてる人が違うからね。かわいい二足歩行にゃんこやな。で、羊さんね。音楽のことは分かんないけど、序章があって、第一章があってっていうね。序章が第一章じゃないのかとかね。ちょっと俺勘違いしてたけど。そういうことね。ゴリラ、ゴリラ、ここでゴリラ。あれですね、スゴロック。うん。心理、なんだっけ。心理ゲーム。で、四つ目がお茶会と。この子たちは誰を待ってる？テレサを待ってるってことなのかな？あ、これはもう発表会。マリオは行ったわけですね。それぞれちょっとイラストが違うから、描いてる人違うってことなのかな。かわいい、かわいいが綺麗。これがツルーエンドなわけですね。この3ヶ月マリンはよくやってくれた。雷のような拍手は一つ一つが私の心に突き刺さり、これ以上ないほど鼓動が高鳴った。コンサートに出るには未完成の曲は認められない。無理やり曲を完成させることに躊躇していたマリンに、私は一つアレンジを頼んだ。それは彼の永遠の思いを表現させるための手法。リフレイン。同じフレーズが何回も繰り返されて消えていく。風に乗り、波に乗り、彼との思い出が何度でも駆け巡る。それがこの曲に最もふさわしい終わり方。この先、私はいろいろな人に演奏され続けるだろう。これでいい。彼の作り出したこの美しい世界を、一人でも多くの人に感じてもらいたいと思えるようになったから。すごく長かったけど、あなたのおかげで、ようやく報われた。そして、を最優秀賞。あ、お茶会はやっぱり、テレサを待っていたと。いうことだったんですね。私を世界一の名曲にしてくれてありがとう。あ、トゥルーエンド、エターナルリフレイン、終わらない演奏。いやー、よかったですね。これは、あ、何？まだあんの？最初の船のマップ、スイートルームアメシストにいる犬に6回話しかけて1827と入力すると、じゃあちょっとそれだけやります。それだけやりますか。1827アメジストの1827ですね。1827これだ。6回話しかけて1827、これをするとどうなる。おまけ部屋ってことかな。あー、なるほど、そうですね。ゲームクリアおめでとう。おまけルームへようこそ。出口は用意していないので、飽きたら F12 で抜けましょう。リセットボタンですね。あー、ということで、ちょっと、あ、ゴリラか、動かせるのまあいろいろ触っていきたいんですけど、まあおまけはね、クリアした人の特典ということで、お店はできませんが、それでは皆様、これどうしよう、戻っとこうか。はい、ということで、未完のエリザ、やっていきました。結構、最後感動的でしたね。ちょっと、ほろっとする場面もあり、なかなか、うん。なんか、この、ナイデンさんの作品は、結構最後感動が待ってると。かぐやひ、竹取物語もね、最後、ちょっとポロッと来てしまいましたけども、うん、いや、なんかベートーベンの生涯を何かこうね、なんつうのかな、追ってってるような気もしましたけども、ちょっとやはりね、恋だったんですね。テレサと作者の間の
そういう恋愛ストーリーだったというか、もう何言ってるか分かりませんけどもまとまらないのでこれで終わりたいと思いますが、うん、いやー、いいなダメだまとまらない。はい、というわけで、まあ、終始やっぱりゴリラは出てくるというね、まあ、ゴリラスタイル、そう、ゴリラゲーの作者さんなんで、うん、どうしてもやっぱりゴリラはね、随所に散りばめていくということを今後も、覚悟して遊んでいきたいと思います。というわけで、また次回作を期待しております。というわけで、ご視聴いただきありがとうございました。またお会いしましょう。バイバイ。Thank you.